ベンジャミン・トーマス・バーンズは、イギリスの俳優。イングランド・ロンドン出身。父・トーマスは、精神医学教授。母・トリシアはセラピスト。弟がいる。私立男子校卒業後、キングストン大学で演劇と英文学を専攻し、2004年に卒業した。歌唱力があるほか、ドラムとピアノ演奏ができる。 1997年から2003年にかけてナショナルユースシアターに在籍。15歳の時ミュージカルバグジー・マローンでドラマーとしてプロ初舞台を踏んだ。2006年からテレビ出演するようになり、2007年公開のスターダストで青年時代のダンスタン役で映画デビュー。翌年の映画ナルニア国物語第2章。 カスピアン王子の角ぶで、カスピアン王子を演じ、国際的に知られるようになった。同年公開のロマンティックコメディ、イージーバーチューでは、ジェシカ・ビール、コリン・ファースト共演。また、この作品で、劇中歌や挿入歌を数曲歌っている。2009年には、オスカー・ワイルドの小説、ドリアン・グレーの肖像の3度目の映画化作品、ドリアン・グレーで美貌の主人公ドリアンを演じた。 2017年には、マーベルパニッシャーに出演し、パニッシャーの代表的なヴィランであるビリールスソ、ジグソーを演じた。ありがとうございます。